Hello, my precious friends. This is Dr. Kaz Kinoshita. 英語スピーキング上達教材 You Can Speak と英語発音習得教材 You Can Listen の開発者木下和義です。このチャンネルでは英語習得に役立ちそうないろいろなテーマについて、あるいは私個人の体験談についてお話しさせていただきます。今回のテーマはスピーキングのメカニズムです。この動画を見て面白かった、あるいは役に立ったと思われた場合は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回は脳の働きの観点からスピーキングのメカニズムを説明します。リスニングのメカニズムについてお話しした時にも言った通り、言葉を理解するために脳の3つの部分について説明する必要があります。その3つとは、Primary Auditory Cortex と Wernicke's Area、そして Broca's Area です。このうちで、スピーキングを担当するのは Broca's Area です。では、スピーキングのメカニズムを順を追って説明いたします。話しては脳内に人に伝えたいイメージ、すなわち思いや考えを思い浮かべます。それが第一ステップですね。その段階ではまだ言葉にはなっていません。第二段階。次に、Broca's Area がそのイメージ、すなわち思いや考えを単語、あるいは文章に変換します。この段階ではまだ私たちが耳にする言葉にはなっておらず、原文章とでも呼びましょうか。Broca's Area はこの原文章を神経パルスに変換します。第3段階、 Broca's Area で変換された原文章としての神経パルスは、運動神経として舌、唇、顎、声帯に送られます。この段階でもまだ私たちが言葉と呼ぶものにはなっていません。ステップ4、舌、唇、顎、声帯は届いた神経パルス、すなわち運動神経の指示に従って動き、神経パルスを音声記号、波形に変換して空中に放出します。この音声記号を私たちは言葉として認識します。言葉を発するにはBroca's Areaが活性化されている必要があります。すなわち思い浮かぶイメージ、すなわち思いや考えを瞬時に原文章に変換する準備ができている必要があります。ある言語に関してBroca's Areaが活性化されていれば、思った瞬間にそれが言葉、すなわち音声記号として口から出てきます。Broca's Areaは9歳頃までは言葉の環境が整っていれば無意識的に活性化されますが、それ以降は意識的に活性される必要があります。英語がうまく口から出てこない人は、英語に関して Broca's Areaが十分活性化されないことが原因です。私は Broca's Area が英語という領域で活性化されるために英語スピーキング上達教材である You Can Speak を開発しました。ぜひお試しください。Well, thank you for your attention. See you again soon on this channel. Bye!